うん、岡田文子先生って書いてです、はいはい、こういう絵を描きます、はいはい、とにかくね毎回絵柄が違うんだわ。えこれ同じ人が描いてるの？同じ人の全部、うん、例えばこれはちょっとモジリアニ風だったり、そうだね、でこれはちょっとムンク風だったり、この辺はペイネ風だったり、ペイネだね、そうそうそう、うん、いろいろちょっとリボンの騎士入ってるね。そうそうだね、これはちょっとこう、うん、後にこう山岸涼子先生が膝の天使の原型みたいな、だから そうなの、そういうすごい人がいたのよ。た、うん、ただ岡田文子先生ってデビューがコムなんだよ。はコムだからなんか少女漫画って言っていいのかっていう微妙な位置にいるんだけど、まあ、コムはねアート漫画だよね、純、うん、のせいでね。そうそうそう、この人は24年生まれだから、逆にこの人も24年組なんだけど、24年組なんだ。そうそう、だけどコムに乗ってた時これ全部ね高校生の時に書いたものなの。そうなんだ。そう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 、これすごい、すごい、実はこの人はバリエーション、うん、当時の少女漫画実はかなり影響を与えていて、うん、あそうなんだ、うん、こういうのとかちょっと竹宮恵子先生が髪型真似したりとか、竹宮先生っぽいね。そうなんだ、確かに、うん、そうそうそう、で例えばあとこの黒目、うん、後にいろんな人がやってるよね。まあでもね多分ね岡田文子先生はねすごく長嶋慎二が好きだったらしいんで。なるほどね、これは長嶋慎二から来てんだわ。あ、うん、でもそうすごく説得力ある。そうするともうペイネだしモディリアニだし、なんかね岡田文子先生は昔は水野秀子先生風の漫画を描いてたんだけど、おそうなんだ、長嶋慎二先生の漫画家残酷物語を読んで、漫画でこんなことやっていいんだ つって、それからの漫画全部燃やしちゃったっていう人なの。ああ、そうそうそう、それはいい話、うん、そうなんだ。なんかね、あの後書きとか読むと結構ね文学転々少女みたいな人で、まあ、萩尾先生はその芸術性にすごいやられてたらしいのこの人の。どういう関係、友達みたいな感じ、同期っていうか。いやあのね、多分萩尾先生はコムを読んで、うん、あのコムに一番最初にこの岡田文子先生の漫画が、うんうん、あの太陽と骸骨のような少年っていうデビュー作がちっちゃく掲載されるの、全ページ、はいはいはい、うん、それがね結構当時相当衝撃的だったんだよね。で、うん、その漫画がねどういう漫画かっていうと、うんうん、来ました。そう、みんな今日絶対見てさ損はないこ れ, ですよ。これがねその漫画なの、ベレンちゃんね、はい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 、うん、どういう漫画かっていうと、はいはい、これ、まあ、8ページか9ページぐらいの短い中身なんだけど、うんうん、内容はね、うん、カリガリ博士なんだよ。そうなの、キューブリックんとかね。あ、じゃあ何だっけ、カリガリ博士、カリガリ博士はもう昔の、そうだね、あれだよ、だからもう、うん、古い時代の、君ビデオ持ってたよね。そうそうそう、カリガリ博士とか狂った1ページみたいな、うん、VHS のやつ持ってたよね。要するに精神病院の中で狂った主人公がいて、看護婦との会話劇なの。あ、そうなんだ。そうそう、これはそれで、でこう、まあ、レナードの朝とかと近いみたいな。そうそうそう、要するに、はい、こう普段は叫んだりわめいたりしてる主人公が、うん、ほんの一瞬まともな状態があって、その時に看護婦さんと会話してるの、はいはいはい、っていう話なんで、そういうジャンルあるよね。そうそうそう、あるあるある。でこの男の子が何か大切にしてる女の子のポートレートがあって、うん、で看護婦さんがそれは何なのってこう質問するわけよ、うん、そしたらこう、うん、そうだな、それはそう、例えばダンテのベアトリーチェとかトーマスマンのインゲボルグ、ありきたりのウェーテルのロッテとかってまたすごい意味をするんだよ。はいはいはい、でこういうのってやっぱこの岡田さんが最初なんですよ。スノップ聞いてるね。スノップ聞いてるでしょ。ついてこれないやつ、ついてくんなというね。で、まあ、おしゃれか、そういうこと言うから、はいはい、まあそれはでは一体何なのってまた看護婦が言うと、はいはいはい、分からない、分からないの、それはそう言ってみれば分からないから分かろうとする、そういったことさ、何だか分からないから何だか分かりたいもの、そういうことって、なんかわもう全然会話が成り立たないでしょ。最高でしょ、うん、最高、うん、とにかくね、そうなんだ、すげえ漫画なんだよこれ。火の鳥何編だったかな、若きウェルテルの悩みをさ、読むシーンとかあるじゃん。なんかまあ時代だよね、そういうのが流行ってたね、うん、こういうね。ただやっぱり女の人が書いてるからなんかね、もっとフェミニンなんだわ。うん、ちょっと病んだ少年の描写とかもちょっとその手塚先生が書くよりフェミニンで、うん、そういうところにやっぱね、こう当時の文学少女がみんなバッてやられちゃったみたいな。いやいや、わかるわかる、うん、でね、これが載った時にかっこいい、あの、うん、僕もなんかその、うん、後でこうなんていうのかな、こう、うん、後追いして探して読んだんだけど、コンで、うんうん、当時その、あのグラコンっていうね、今でいう漫画スクールみたいなのがあって、それにこれがこう掲載されていて、うん、それで、うん、あの選票者が峠茜って言って、それね、正木森先生なんだわ。そうなの、正木森先生が選票してて、強迫犯幻想の正木先生、アニメでもおなじみの、そで、その正木先生が60年代のカリスマでの一人ですね。そう、正木先生がこれをなんかね、すごくいい感じにね、評価してたんだよ、正木先生好きそうでね、うん、ここにその俺批評の、うん、これで俺たち以外相当置き去りにしてますよ今ごめんなさい、うん、あのね
みんな全然わかんないよね。年少の読、年少の読者には気取りと自己満足だけのわけのわからない作品としか見えないだろう、はいはい、しかし漫画の形式を借りたこの作品は、うん、今まで漫画では使えなかったテーマ、人生希望などに正面から挑戦している、はいはい、岡田さんのこのテーマが漫画として完成され、表情豊かな漫画の主人公が滑らかに人生を喋り出し、うん、多くの読者がそれを認めたとき、作者は漫画界に一つのジャンルを築くことになるだろうって言ってる、はい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 、うん、素晴らしいでしょ。なるほど、いやでもわかる、これね、ただこれね、うん、俺このことをさ、実はブログに書いたんだ自分の、うん、そしたら、うん、メールが来たの、メールってか返事が、したら当時のコムの編集さんが来て、マジか、野口さん、マジか、ごめんなさい、実はそれ僕が書いたんです、へえ、まさきさんじゃなかったの、ずっとまさきさんだと思ってて、すげえって思ってたんだけど、うんうんうん、野口さんが実は書いた、めっちゃまさきさん言いそうだそうそう、うん、でもその野口さんっていう人が当時この漫画をむちゃくちゃ買って、あ、そうこの漫画をかけむしゃコムに全ページ掲載しなかったら僕やめますって言ったんだって、男だね、それで乗っけて、はいはい、でこの人野口さんって方はね、後々ね岡田文子さんとね自殺未遂を起こしてるんだよ、ちょっとその辺の話すると長くなるから、うん、ちょっと軽い注釈を言いますと、うん、あの当時60年代少年マガジン少年サンデーって一気に商業誌が行くんですけど、それ以外にも可能性はあるんじゃないかと思った一軍が、まあ、そのガロというのが出てきて、うん、それで、まあ、原稿料は払わないと、うんうんうん、だけど載せたいものは出すと、うん、で、カムイ外伝を載せるためだけに青林堂 の、 あの社長がね、うん、作った、ガロっていうのが60年代やってくる、うん、知的な若者はみんなガロを読む、それを見てた手塚先生が、うん、僕にもできるよと言って、うんうんうん、コムっていうのを出すわけですよ、つまりそのガロに対してコムなんで、アンサーとしてね、でコムが何したかっていうと、火の鳥を乗せるためなんだよ、うん、火の鳥を乗せるためたいガロじゃないと、カムイ伝を乗せるためのガロの、うん、この2大バトルが当時のサブカルのメインバトルだったっていうことは皆さんご、あの、そうです、分かって、で、そうです、その中の手塚ステージで君もやってよって言って石森先生を呼んで、うん、石森先生はそこで順を書くと、うん、でそれがすごすぎて、うん、手塚先生よりも人気よりかいっちゃってこの二人がなんかやばい感じになって、ね、で手塚先生が、まあ、悪く言っちゃって、うん、後で、うん、雨の中謝りに来るというね、まあ、みんなこれはもう伝説として、うん、でそんなステージで何が行われてたかというと、うん、コムでこんな作品が実は出てたという話ですね。要するに高野文子先生とかもめちゃめちゃ受けてるんですよ。毎回絵柄が違うところとか、やばい人のが繋がっていくね。原型なんですよ。なるほど。萩尾先生のね原型なんですよ。うん、はー、うん、でこの人のね、そうなの、漫画で一つすごく重要な漫画があるんですよ、うん。これはあんまり語ってる人がいないけど、語らないと、それは、うん、岡田先生のね漫画で個人的に重要な作品だと思う。胸を抱き首をかしげるヘルマプロディトスって、はい、ああ、ヘルマプロディテの要素が出てくるのね。これはギリシャ神話なんだから、はいはいはい、で意外とねギリシャ神話のことをそのまま漫画にしてる漫画なんだけど、はい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 、まあ、どういう内容かっていうと、うん、こうアフロディーテを母に生まれたこう美少年のヘルマプロディトテスってすごい美少年なんですよ、はいはいはい、でそれが水浴びしてる時に、うん、あのニュンペってこう下級女神なんですけど、うん、はいはいはい、ギリシャ神話に出てくるその、うん、サルマキスって女がめちゃめちゃ誘惑するんですよ、はいはい、これいい絵だね、うんうん、それでなんかこうなんか近づかないねサルマキス約束するねって言って近づくんだけど、うん、来たら無理やり中にこう入れちゃうの、引き入れちゃう、はい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 、で、うん、空捕まえたは嫌だというのに分かってるわ、あなた私に会いに来たんじゃないのってこうめっちゃ肉食なんですこの、いや素晴らしい、うんうん、それで綺麗だねこれが、うん、それで、うん、その後どうなったかっていうと、うん、これなんですよ、うん、この二人が融合しちゃうの、はいはい、って言って、うん、こうなって、うん、それで彼が胸が勝手に、腕が勝手にって言って自分の体をこうやって抱きしめて終わるっていう流れなんだけど、このテーマがさ、その後の萩尾先生とか竹宮先生がもろやってる感じ、やってるね、はい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 、めっちゃこれに影響を受けてるような気がするの。いやいや本当そうだね。で僕はね、最初そのこれを読んだ時にこれが神話だって知らなかったし、このなんかこのキャラクターがどちらかというと僕は女の子だと思ったんだよ、その最初清水的なものを着てるような絵があったし、で僕は最初思ったのはこう少女がある種その性的なものに目覚める瞬間を描いてるんじゃないかと思った、要するにこう色っぽい姉ちゃんがいてそこにこう自分がこう取り込まれて最終的にはそれを受け入れるって話なのかなって思ったんだけど、なんかそういうふうにもちょっと取れるんだけど、なんかねこういうテーマを24年組がバンバン書き出すんですよ。で結局ねこういう感性ってやっぱね男には無理なんだよね。そうね、うん、いやヘルマフロデイテって両性具有ってことでしょ確か。そう両性具有、その両性具有のテーマは11人いるの中で、あるし堂々と取り上げてますし、この人の思うんだけど、ジェンダー
がテーマになってることが多いんだけど、うん、女の中の男、うん、男の中の女、男の中の女について語らないんだけど、うん、女の中の男について、うん、もしくは自分の中にいる女っていうものをどうしたらいいかわからない女、それに対するアンサーをいろんな角度から出しているっていうのが、うん、浦萩王さんの一つのテーマになっているんじゃないかなとは思う、うんね、で24年組重要なのは、うん、これ西暦で言うと1949年で、うんうん、でねこれ団塊世代の一番ね、うん、なんていうかなコアな人たち、うん、で人数も多いんだけど、うん、49年生まれで、うん、そうするとね69年の安田講堂の時に20歳、うん大学2年生つまり、はいはい、あの時にど真ん中にいた世代っていうのがこの人たちで、うんうん、でね革命の世代なんだよね、はい、で革命の世代でこの人たちの同時に起こってたことがウーマンリブなんだよ、うん、女性解放運動だから、はいはいはい、その、資本主義と労働者の、まあ、資本家と労働者との戦い平等を手にする戦い、うん、それから古いもの伝統を破壊する戦いっていうのがあったんだけど、うんうんうん、その一つにジェンダーがあったわけ。その、うん、女性解放運動っていうのがあって、うん、であのこの世代はさ本当に古き良き日本っていうのの宿女とかいうものを子供時代に思いっきり押し付けられてて、うん、で私って何みたいな、うん、で壊れそうなところから解放してその解放していく過程で何かが犠牲になるっていうのを繰り返し繰り返し変えてる。わかる、うん、そう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 、なんかそこがまずすごく面白いよなっていうのがあります、ね、あと俺は個人的に思うのがさ、やっぱり女の子って例えばその思春期で大人になるこう過程っていうのがさ、うんうんうん、なんかね男よりもすごい多分恐怖心に満ちてるような気がするんだよ。恐怖心、恐怖心、恐怖心に、はいはいはい、要するにさこう、うん、自分の体がどんどんこう大人になって胸が膨らんできて男性を誘惑してしまう体になっていくっていう恐怖っていうのがあると思うんだよね。で、はい、男はそこまでじゃないじゃん、はいはい、やっぱりさアホですから。そう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 、はい、で、はい、結構ねそういう感覚って女の人の中では重要で、うん、20年組はそういうのを書くんだけど、ね、やっぱりそれまでのさ、うん、例えば男が女の子向けに書いた少女漫画にそのテーマなんかないじゃん。分かんないからね。そう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 、うん、だみんなそのね、うん、こんな感じが少女を好きでしょって言って悲しい話をそれまで押し付けてたんだけど、そうね、うん、ここら辺になって初めてその女でしか書けないっていう漫画が出てきちゃったんだよ。そうだからね女たちによる私たちはどう生きるかっていう、そう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 っていうテーマでガーンと来て、うん、まあ萩尾さんもまさにその中心人物だね。そうで、うん、やっぱりこの岡田文子先生っていうのは、うん、もうなんかある種宝石のね原石をね、なるほど、削らずにそのまま投げつけてるみたいな作家なんだよ。トーン張ってないし、っていうかねその要するにその、うん、まあストーリーもねなんか全くもってこうなんていうのかな説明的ではなく、うん、要するにもう読んだ読者が個人に感じてればいいでしょっていうこう投げた感じの漫画なんですよ。いや分かる分かる。だから要はこれ自分を受け入れるって話でしょ。だからこれもしかしたらこれ、うん、少女革命ウテナで散々長い時間かけてやったやつをこれ1ページやってるんじゃないこれ、うん、まあまあこれ多分そうだよこれ。だからウテナとアンシーでこれくっついて最後私は一人になりましたみたいな話みたいな、まあそれをやってた、そうそうそう原型になって、うん、でもほら当時何の説明もなくそれをやられてもさ恐ろしい、なんだよこれって。恐ろしいです。そうそうそう。であの結局ねそのこのまま頑張れば、うん、そのなんていうのかなこう、うん、一つのジャンルを作れることになるだろうって、まあ、前表で書いてあったんだけど、はいはい、それを最終的に、ね、できたのが萩尾さんなんだよ。うーんって思うね。そういうのはよくある。高校生だったんで、うん、やっぱりここまでのものでしかできなかった、うん、まあ素晴らしいんだけど、うん、完成させるって手前でやめちゃったんだよ岡田文子先生。ああそうなんだ。そうなの、うん、なんか高校生ってすごいね。君も中学生だけどデビューで、うん、すごいね、うん、10代の完成そうそうで書かれてるだけね。うん